テオドール・フォンターネ、ハインリヒ・テオドール・フォンターネ、テイアドー・フォンターネ、1819年12月30日、ノイ・ルッピン・ネウルッピン、現在ブランデンブルク州から1898年9月20日ベルリンは、ドイツの著作家、小説家、詩人で、薬剤師。彼は、ドイツの詩的リアリズムを代表する、最も重要な作家とみなされている。テオドール・フォンターネは、 ユグノーの末裔の薬剤師、ルイ・アンリ・ーフォンターネの息子として1819年12月30日、ノイ・ルッピンに生まれ、翌1820年1月27日に洗礼を受けた。祖父は、ピエール・バルテルミー・ホターネといい、画家の傍ら音楽教師をしていたが、後に、プロイセン王妃、ルイーゼの秘書官になった人物である。祖父がこの地位を得たのは、 王妃が、イエナ・アウエルシュタットの戦いに敗北して、ケーニヒスベルクに逃れた後のことで、ピエール・バルテル・ミー・フォターネは1806年に、シェーン・ハウン・城の城代になった。テオドール・フォンターネは7歳になるまでノイル・ピンで、暮らした。しかし、父は、バクチの借金のために、町の中心地にあった薬局を売却し、借金返済後に、スビネミュンで、シフィノーシチェに、 小さな薬局を開いたので、家族はブランデンブルク州のノイルピンを去った。1832年から1833年まで、フォンターネはノイルピンのフリードリヒ・ビルヘルム・ギムナジウムに通い、その後ベルリンにあるカール・フリードリヒ・クレーデンの実務学校に入学た。1834年に彼は、父のイボ兄弟にあたるおじ、アウグストのところに移り、 1835年に、後の妻エミーリエル・アーネクマーと初めて出会った。1836年に、実務学校での教育を終え、薬剤師の修行を始める。1839年、フォンターネは、最初の短編小説、島イを発表した。この年、彼は修行を終え、1840年秋からマクデブルクで、薬局助手として働く。 彼の最初の詩は、この時期に書かれた。1841年、フォンターネはチフスにかかるが、レッチンにいる両親のもで回復し、再び薬局助手として、ライプツヒ、ドレスデンで勤務した後、最終的にレッチンの父の薬局で働く。1843年にベルンハルト・フォンレーペルから、文学サークル、シュプレートンネルに誘われ、1844年から65年まで、 同会の同人となった。1844年4月1日から翌45年3月31日まで、皇帝フランツ護衛兵第二不評連隊で彼は一年志願の兵役を務め、五朝の階級になって正規に務めを終えた。この頃、彼は学校時代の友人ヘルマン・シェルツの誘いで、初めてイギリスに二週間の旅行をした。この年、フォンターネは、 父の薬局の従業員として一時期働いた後、ベルリンのユリウス・エドアルト・シュラハト博士のポーランド薬局に移り、12月8日にエミリエル・アーネクマーと婚約した。1847年3月、彼は上級薬剤師の認定を受けた。翌1848年、その間にゲオルゲ教会広場の薬局、ズンシュ・ワルツナドラーに就職していた彼は革命派として、 ベルリンでの暴動に参加して戦った。この時期、彼はドイツ民主主義中央委員会の帰還し、ベルリン新聞ホールに過激な文章を四本寄稿している。彼は、その後ベルリンのバターニエン病院に勤務し、そこで二人のディアコニッセを養成した。1849年9月30日、フォンターネは薬剤師としての仕事を完全に辞めて、 自由な文筆家として活動し続けようと決意した。まず、民主主義急進派のドレスデン新聞に政治的文章がいくか発表され、同年、彼の最初の書籍、男たちと英雄たち八遍のプロイセンの歌が出版された。1850年、彼はエミリエル・アーネクマーと結婚し、ベルリンのアパートに二人で暮れら始めた。が、テオドール・フォンターネに定職がなかったため、 当初は二人の生活は経済的に苦しいものだった。しかし翌年、彼は政府の情報局本部に採用された。1852年、彼は情報局特派員としてロンドンに行き、そして1855年から59年までそこで暮らした。この時期、彼はイギリス通信という特派員報告を書き、ラファエル全パという芸術運動を ドイツの幅広い読者層に初めて紹介することになった。プロイセン王室が政権交代したことによって、フォンターネは今後プロイセンが自由化することを見込んで、ロンドンでの特派員報告を終えて帰国した。ところが、編集者としての職は見つからず、彼は気候文学に専念した。19世紀の中頃、まだ当時はごくわずかな人間しか旅行ができなかったため、 旅行期はまさにブームだった。当時、東洋やヨーロッパの他の地域への旅行や、それに伴う冒険や危険に関する記事や書籍が、大衆に特に注目をされていたのである。フォンターネの最初の寄稿文、例えば、記念堂を庭園、かつて、プロイセン皇太子、フリードリヒの庭園だったなど、故郷、ノイルッピンに関する寄稿文が、クロイツ新聞に掲載された。そして、 1861年、これらの気候期に歴史や様々な物語が追加されて、ルッピン白爵領という小さな本が出版され、翌年の第2版では、マルク・ブランデンブルク周遊記と、さらにタイトルが追加された。フォンターネは、死の間際までこの、マルク・ブランデンブルク周遊記、第1巻に手を加え、部分的に、ノイルッピン時代の隣人であった商人アクサンダー。 ゲンツの協力も得ながら増補し、最終的にこの巻はご飯を数えた。この、周遊記には、まだ他に三巻と、彼の生前には出版されなかった死後交換の原稿が含まれている。周遊記の仕事が、彼の晩年の女児文学の創作活動の素地を形作ったのである。1860年にテオドール・フォンターネとエミーリエの間に六人目の子供が生まれた。 この年、フォンターネは、オットー・フォンビス・マルクが、設立者グループに属していた、経験主義に基づく保守反動的な、シンプロイセン新聞の編集部に採用された。1887年、フォンターネの長男・ゲオルクが、中水園のタメベルリンのリヒターフェルデで亡くなった。彼に続く3人の息子も生まれて間もなく死亡していた。6人目の子供は、彼の唯一の娘で、 名前をマルタと言い,い、メータと呼ばれていた。1864年に最後の息子が誕生し、フリードリヒと名付けた。同年、フォンターネはコッペンハーゲンに旅行し、第二次シュレースビヒホルシュタイン戦争について書いた。1870年からフォンターネは演劇批評を始める。同じ年、彼は休暇を取り、不仏戦争の最中の戦場をパリを見物する。 フランスで彼はスパイの容疑で逮捕されるものの、ビスマルクが彼のために抗議し、釈放された。1874年から76年まで、フォンターネは妻と二人でオーストリア、イタリア、スイスなど方々を旅行して回った。これらの旅を終えて、彼はもう新聞には書かないと決心した。その代わりに彼は再び自由な作家として生活しようと考えたのである。 それ以来、彼は、1892年に、重度の脳拒血になるまで、数多くの作品を書いた。病の後も、医者は、病を紛らわすために幼年期の回想を書くように、彼に勧めた。フォンターネはそれに従い、エフィブリストと、さらに2編の長編小説、及び、自伝、20歳から30歳まで、を完結させるまでに回復した。 1898年9月20日彼はベルリンで亡くなった。彼はベルリンミッテクのフランス人共同体、第二墓地に共同体の一員として埋葬された。彼の墓は区画 B-35、36から16、17にある。この作家を称えて2003年に初めて紹介されたシュテヒリンコにしか生息しない魚。 シテヒリンマスにコーガネス・フォンテイニーという学名が与えられた。フォンターネはドイツにおけるシテキリアリズムを代表する結出した作家とみなされている。作品ではフォンターネは登場人物の容姿やその環境、そしてとりわけその言葉遣いを精緻に描き、それぞれの登場人物の性格をうまく特徴づけることに成功している。フォンターネの作品に典型的なのが 閉鎖的なサークルでよく交わされる、会話、雑談とも言うで、例えば、会食などで、人々が社交上の慣習に従いながらも、本当の興味を、しばしば自分の意に反して暴露してしまううな場面である。フォンターネは、個々の人物の批判を通して、間接的に社会批判を行っているのである。フォンターネの作品の全知の語り手の文体で、顕著なのは、彼のアイロニカルなユーモアで、 彼はリアリズムの構成要素としての浄化の概念でグスタフ・フライタークの先祖代々を批評する中でユーモアをリアリズムの最善の方法と呼んでいる。テオドール・フォンターネは文学作品以外にも特にクロイツ新聞でジャーナリストとしても執筆活動を行っていた。また1842年にシェイクスピアのハムレットを翻訳した。それ以外にも 戯曲、詩、伝記、戦記や手紙、日記、演劇批評、新聞記事及び制作文書などがある。彼の主要な小説の大部分は彼が60歳以降になって書かれたものであり、作中の登場人物たちが抱える生の葛藤に対して批判的でありながらも愛情にあふれた距離感を示している。長編小説、短編小説いずれも、 三人称の前置の語り手によって語られている。しかしながら、対話などで登場人物が語る場面では、物語のテクニックとして一人称小説的要素、主人公の点による物語も見られる。フォンターネは250十篇以上の詩を書いており、中にはバラットや格言詩などもある。これらに含まれるのが、次のものなどである。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。